トラックバックのやり方を解説します。まずトラックバックしたい記事を探します。ここでは堀江社長のライブドア社長日記をトラックバック先とします。トラックバックしたい記事が見つかったら、記事の下の方に付けられたトラックバックというリンクをクリックします。すると、トラックバック URL が表示されます。クイックボタンをクリックします。すると、ご自分のブログの投稿ページが表示されます。そのまま下へスクロールすると、トラックバック先 URL という項目に、先ほどのトラックバック URL が自動的に挿入されています。あとは通常の投稿と同じようにタイトルや本文を入力し、投稿するだけでトラックバックが完了します。他のブログではトラックバック URL をコピーして貼り付けてください。このように誰でも簡単にリンクを貼ることができるということがトラックバックの強みですが、トラックバックするときのマナーには十分気をつけましょう。トラックバック先の記事に対して関連性のある記事を書くということが基本中の基本です。さらにブログスクープなどを利用してトラックバック先の記事からの引用などを本文に入れておくと、トラックバック先にも喜ばれることが多いです。全く関連性のないブログや記事に対して、トラックバックをすることだけは控えましょう。